怪獣8号がやってきたーということで、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。粗相にきです。よろしくお願いします。さあ、そんなわけで本日からアニメ怪獣8号とのコラボということで、いや来ましたね、いよいよ。はい、主人公カフカだよな、カフカ。うん、ちょっとネタバレしたい、今大丈夫？うん、まあ、怪獣8号ということでね。ああ、大丈夫だった。カフカってなってるわ、日々のカフカね。アニメはね、ちょこっと見たんですよ。アニメ見た人にちょっと聞きたいんだけど、ちょっとネタバレコメントになっちゃうかもしれないけどね、コメント欄はね。あのさ、超究極で怪獣9号出てくるじゃん。アニメだと怪獣9号よりも強そうな敵が見当たらないんですけど、何が出てくるんですかね。ワンチャン副隊長？いや、わかんないな。全然想像ができない。皆さんの想像をね、ぜひコメント欄に残していってください。はい、というわけで「粗相日記」本日は怪獣8号を引いていきたいと思います。では引いていきましょう。早速ですけど、今回はね、運曲にしないっす。うん、いやちょっと知ってるアニメだから運曲にしたいなと思ったんだがね、前回の東京グールのコラボの金木くん、運曲にしたじゃないですか、ぎこちゃんね。運曲にしましたが、やっぱり運枠として使うことほぼないっす。はい、一番難しいのは冷絶で、冷絶は運枠がいりませんと。うん。なんか、いよいよ本当にガチャゲン運曲の価値が本当になくなっちゃったんだなっていうところなんですが、まあ、欲にも負けず、何にも負けず、前に進んでいきたいと思います。10連目。確定演出、限定演出、何が来るだろうね。リドラが変わるとか、顔。え？何？緊急怪獣警報発令した。何発令したんだけど。え？何これ、確定演出、これが。ふざけんなよ。え、マジで？これ星4号だよな。ちょっと待ってよ。一発目からかよ。すげえな、おい。おい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 。おわーお！こんな V みたいな斧持ってたっけ？ちょっと待って。あれ？おいおいおい、ああ、まあ星4号ね。はい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 、ピンクニキね。ああ、ピンクニキ。よし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 。いやー、こいつらがね、エリンギ戦ってるところは結構感動的でしたね。うわお、素晴らしい。早速当たりましたよ。ね、みんな大好き。聞こえた。ね。この斧かっこいいな、なんか。うん、後ろの光がさ、斧の穴を透けてピカピカ光ってる感じが、なんかちょっとかっこよくない？透過してんだね、そこね。なんかいいな。いきなり来ちゃったんだけど。限定演出、やば。20連目。まあでも言うてね、主人公のカフカがね、一番欲しいですから。空中庭園に使えるらしいですよ。やってないですけど。もう空中庭園はね、もうすでに2周3周スルーしちゃってるからね。おっとっとっと、ヤンキーばっかだな。あ、ヤンキーばっかだね。ヤンキー、おい。ピコルちゃん、ピコルちゃんって。ねえ、おかしいでしょ、その語り方。お願いしますよ。ね、触れろ。30連目かな、うん、いやびっくりしたな、いきなりは。いや嬉しいな、100連で出ることなんてほぼほぼないからね。ああ、これはダメだ、ダメですね。ありがとうございます。さあ、どんどん引いていきましょう。ストライクショット。お願いします。お願いします。いけ。来い。止まれ。止まってくれ。止まるんだ。ストップ。ストップ。危ねえ。成獣1号になるとこだった。危ない危ない危ない。危ないよ。これ以上はまずいて。ちなみにね、うちにもね、キノコありますからね。ほら。一応ね、これも怪獣9号の子供みたいなもんだから。おお！すげえ！来ましたね。ねえ。ちょっともう、リヴァイ兵長みたいな感じですよね。うん。リヴァイとセルピコがくっついたみたいな感じかな。はい。ちょっと主人公カフカ頼むって、マジで来て。あと1匹なんだからね。いやー、しかし怪獣って久しぶりだね。ウルトラマン以来だよね、そういえば。怪獣キラー刺さんのかな、ウルトラマンウルトラセブンの怪獣キラーって刺さんのかな。刺さってくれるだろうけど。うん。リリーちゃんね、ありがとうございます。震えるぞハート。ダメだ、そう簡単に来ないもんね。だから10連目であれ来たのマジにすごかったんだな。うん、あれやばいっす。カフカはカフカダメだ。あれなんでカフリアーノはどうしたの、どこ行っちゃったの。カフリアーノの怪獣85リーノはどこ行ったの。それマジ頼むよ。はい9999パッ止まれ、止まれば日々のカフカ。バカ爆死が続くじゃねえかよ。まああと1回はホッシーが来てくれそうだけど、2回目とか3回目の星玉くんにはちょっと期待はできないかな。キュピンはね4回目以降だっていうからね。いやー確定ね、厳しいかな。出ないかな。懐かしいキャラ出たね。あ、でもそろそろなんかレイデルはね結局近かったような、いや近くないわ。45とかそんな感じだった気がする。50とかシールド半端な感じだった気がする。お願いしますよカフカくん、来てくださいよ。あー確定がない。星玉くんね、うわーやばい、これはやばいかも。確定演出が来たら嬉しいんだけどな。ダメだよな。2回転して、あーやべえ、うわおいちっちゃいな、べちゃって潰したみたいな見た目してんじゃねえかよ。あと20連大丈夫、これもうダメかな、もうダメかもしんないな。ストライクショットだな。誰この人、誰この人、羅生門、あいたな。なんかちょっといいとこで使えた気もするなお前な。どこだっけ、未開だっけ。未開だよ、未開54だよ。そうだよそうだよ、いたいたいた。こいつそこでしか使えない2機ね、逆に言うと。はあ頼むよ、ラストでラスト。やばい、ちょっと腰かくわ。腰かいてから OK。 これ勝った、出ましたね。はい、ありがとうございます。先に感謝させてもらいますね。ありがとうございます来てくれるんだろお前ああ分かった。じゃあ今日は残りあと1枚だけね。これで終わりだよ。泣いても笑ってもそれでおしまいよ。それ以上は使いません。今日はね、一旦ね、一アンドターン、ここまでですね。この30連で全て決める、それがもう本当にやり方だから、ちゃんとしたやり方だからね。お願いしますよ。30連いきます、参ります。さあストライクショット、ああ来ないね。あの演出よかったなあ。なんかやっぱいいよね、限定演出ワクワクするよな。そっかそっか、偏るね、なかなかね、しょうがないよね。これはやばいね、これはやばいね。ロッテのトッポじゃないんだよ。待ってよ、これ大丈夫、出てくれる、この1万円でお願いできますかカフカさんね。止まってくれればあなたなんですよ。まあそうだよな。空中庭園で使えるっていうぐらいだから、めったに出ねえよな、それはな。うん。めったに出ねえだろうな。一番強いのかもしんないからな。やっぱり。やっ来た！大型怪獣が発生。現場に隊員が出動中。すごい。で、カフカじゃないんだろ、どうせ。ねえ。どうせカフカじゃないんだろ。な。分かってた。全部分かってた。全部分かってたんだよ、俺はもう。ただ、あ、ちょっと待って。星玉だけでも引いておこうよ。ねえ、今日は星玉までにしようよ。ねえ。それがキリがよしよ。キリがよし。キリがみんなですね。はい。よろしくお願いします。2回来ましたね、2回。じゃあ行きます。ファイナルファンタジー。来い！ここで来い。ここでカフカ頼む。で、星玉でもカフカ。お願いします。それしかないんだよ、もう俺に残された道は。止まれよ。ベルスターからの、ベルベルからの、止まらないと。でも星がある。3回目かな？ 4 回目かな？お願い！キュピで！クイーン。なんでかな？なんで出ないのかな？やばいな、これな。